なぜ日野正弘という男は品川という地に住み続けるのか。正弘君から結婚の報告を受けたのは1年ほど前のことでした。彼は比較的ひょうひょうとしているタイプで、全くそんな素振りが感じられなかったため、正直その時はとても驚きました。あ、これがある日突然結婚報告をして周囲を驚かせるタイプかと、そんなことをしみじみと感じたことを鮮明に記憶しています。ほどなくして彼から結婚式の招待状が送られてきました。そして僕はその招待状に記載されているある項目に注目しました。招待状の返送先が品川区であったものです。この彼が品川区に住んでいるという事実は僕に結婚報告以上の衝撃を与えました。これですごいことだと思います。まず何といっても僕や正弘君が育った埼玉県川口市とは比べ物にならないくらいに賃貸物件の価格が実相が高いです。ちなみに数まで調べたところによると、僕や正弘君が育った埼玉県川口市の家賃相場は 1LDK で9万円前後、そして品川区の家賃相場は同じく 1LDK で17万円前後です。ちなみに彼は犬だったか猫だったか忘れましたが、飼っているそうです。奥さんと都内でペットを飼いながら生活しているとは、なんで幸せなやつなんだろうと思いました。少し話が脱線してしまいました。これらの事実を知った僕の頭の中は、なぜ彼が品川という地に住み続けるのか、その疑問で頭の中がいっぱいになってしまいました。カンナさんもお仕事をされているとはいえ、品川という地に住み続けるという決断は生半可な気持ちではできるものではないと思ったからです。そして僕はその入り口に迫るべく思考を巡らせました。そして考え抜いた末に、ある字一つの事実が浮かび上がってきました。都心に住むことには多くの場合に職場への通勤時間が最小限に抑えられるというメリットがあることに気づいたのです。そして僕はある仮説を打ち立てました。彼が20代半ばという年齢で品川という地を選んだのは、忙しい毎日でも家族と何より環奈さんと過ごせる時間を少しでも多く確保するためなのではないかと。この仮説を立証するにあたり、以前正弘君から聞いたある情報を思い出しました。彼から聞いたところによると、環奈さんは病院に勤めておられるそうです。この情報により僕の仮説が事実であることの確信を得ました。正弘君が品川という地を住みかに選んだのは、体力的にも厳しいお仕事をされている環奈さんを献身的に支えるため、何よりも忙しい毎日を送る中で少しでも多くの時間を共に過ごすためなのだと。このように正弘君は奥さんのことを第一に考えて決断をできる大胆かつ誠実な男です。彼ならばどんな困難に直面しようとも必ず環奈さんを幸せにできると僕は確信しています。なぜ日野正弘という男は品川という地に住み続けるのか、そういった程度の考察をお祝いの言葉に変えて友人代表と祝福させていただきます。本日は本当におめでとうございます。何を求められてるだろうかって考えた時に、面白さを求められているだろうというふうに思いました。招待状を見た時に新郎が品川に住んでいることが分かりまして、僕らの年齢で品川に住むっていうのは家賃の面から言っても難しいと思ったので、どうして品川に住めるんだろうって考えた時に、これは面白いネタになるんじゃないかなと思って、そこから話を広げていきました。新郎との身内ネタで他の参列者を置いてきぼりにしないために、全く知らない人がいることを前提に話を考えました。2人の会話にならないように第三者の視点で話すことを心がけました。2人だけの会話だと身内ネタになりがちなので、小説で言うと語り手みたいな視点で話を進めるようにしました。新婦を置いてけぼりにしないよう新婦を登場させることを心がけました。アプローチで時間を計ったり、本番をイメージするためカラオケに行ってマイクを持って練習をしました。原稿を用意するといいと思います。
何も見ずにやって頭が真っ白になって失敗するよりは潔く原稿を用意する方がいいと思います。それと背筋を伸ばして姿勢をまっすぐ話すなど人から見られていることを意識するといいと思います。